はい、今日はあのモーヤンカレープロマックスを使って皆さんにカレーを振る舞うイベントをやらせていただきます。ルーですね。今日食べ盛りの人たちが、はい、いっぱい来るので準備しましょう。はい、今ルーを本当に同じ量のお湯で溶かすだけなんで、こっちはあのトントグスモーヤンカレーする完全に。これ増量機やっぱ買った方がいいな。増量機には最高ですか。いいね、食欲出るわ。この後みんなでいただきます。じゃあ今日イベントなんですけど、ご飯炊いてあるんでこれ取ってもらって、皿1人1枚モーヤンカレー方式だね。でここに今弱火で温めているプロマックス、すっごいいい匂いだね、うん、完全にモーヤンカレーだね。こうやってさみんなで食べれるのいいね、楽しいよね。筋トレ仲間のホームパーティー最高じゃない、うん、これはうちが作った惣菜、卵、鶏ハム、モルスロー、エマモト、豚肉。これをじゃあ、おのおの。そうですね。モヤンカレー行ったことありますか。行きたかったんで、嬉しいです。初です。足に合わせてきた。足トレしてカレーうまいね、それは。いや、本当これモヤンカレーそのものですよ。カレーどう、うん、どうですか、初めてのモーヤンカレー。最高です。今日は足トレですか。足トレでこれのためにやってきました、前足。プロマックス買ったんですか。プロマックス買って家で一回やって、そうだからなんか一気にやらなくても小分けにしといてできるんだって、うん、食欲ないからさ俺もちょっと買おうかな。今日のテーマは増量期どうやって飯を食おうかって思いますけど、あのプロマックスいいと思いますのでぜひ、食ってでかくなりましょう。みんなね、お疲れ様です。お疲れ様です。美味しかったですか。美味しかったです。良かったです。はい、ありがとうございます。